やもう一発じゃん、こっちでなんかね体のケアするとかっていうレベルじゃない。こんにちは、小林春です。この番組は宇宙の法則を生かしてワクワクな人生を想像しちゃうチャンネルです。よろしくお願いします。小林春さん、はい。神木隆之介に似ているふみくん、なんだい。似てないです似てるって、似てる似てる。小林春さん、宇宙船にね連れ去られたことあるじゃないですか、うんうん、職業宇宙飛行士だから。宇宙飛行士になれるんですか。自称かな、自称。もうでも宇宙船でね、やっぱあれですか、ベッドに乗せられてみたいな、よくテレビで見る感じのあるんですか。まな板の上のってやつね。あ、じゃあ今日は、はい、僕がそのまな板の上に乗ってるかどうかって話をすればいいの。はい。これ大事な話かどうかわかんないんだけど、まあとりあえずね、あの連れて行かれるたびにやられることは一つあるの、共通して。おそれは消毒です。消毒、消毒です。何の消毒ですか。それはね、彼らのいるところに持ち込んではいけない、この地球上にある僕らが抱えちゃってる菌がある。その菌を持ち込まれたら嫌だから、はい、先に消毒するの。アルコール消毒的な、要はそういうこと。もうこれで済まないけどね。ああ、それじゃないです、これじゃない。あのいろんなやり方があるから、うん、一つはもう単純にジャポンと体ごとつける。それこそね、一番最初に連れて行かれた時なんかはまさにそういうようなプールにまず入れられるんだけど、もうほんとシャンパンゴールドみたいなね、もうキラキラした、もう本当に美しいプールですよ。もうごくごく飲みたい感じの、そういうプールなの。でそこにいきなりバチャンと落とされて、はいはいはい、でその中でこう過ごすんだけど、そこに来た人たちはとりあえずは一回つけられて水浸しなんだけど、はいはいはい、でもそんな嫌な感じもなく、まあ、すぐこうサラサラ感があるというか。じゃあ小学校のプールとは違うんですね。もっといいもんです。あれと一緒にしないで。あ、だめだ。あれ想像してました。で、まあ、そこで一応遊んでたりはしたんだけど、はいはい、まあ、そういうような消毒。あとはあったのはね、いわゆるこうリクライニングのチェアとか、すごくいいやつがあるじゃんね、向こうに、はいはいはい、でそういうとこに座らされて、はい、でそこに、まあ、ある程度こう固定をされた状態で、そのまま水の中にズブ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 で、入っていっちゃう、あれちょっとこれ息吸えないやつじゃねみたいな感じになったんだけど、はいはい、でもズボッと入っちゃっても、もう吸えるなみたいな。吸えるんですか。なんか大丈夫だなみたいな感じだったんだけど、まあ、そういう、消毒の仕方もあったし、あとはね、消毒の中ではあれはすごくありがたかったなっていうのが、はい、それこそそのベッドですよ。ベッド、ベッドに寝かされて、それはね、暗い部屋なんだけど、はいはい、薄暗い部屋でベッドに寝かされていて、頭に筒を刺す、あ、筒をはめるだね、カポッとカポッと僕の頭に、はい、その筒から紫色の煙を送り込ん で、うん、で僕の頭に入ってくる、それがビヤーッとじわーっと入っていって、はい、それが指先とか足の指とかからこう煙が漏れるの、ピョーッて。煙みたいなのを使ってるから、燻蒸処理みたいな感じなんだけど、はいはい、それがね結構すごくて、体の調子がめちゃめちゃ良くなった。ちょうどその時期に、もう2012年の、ね、12月、うん、なんかねアセンションの時なんていうような話があったわけです、当時ね。だからもう自分の中でね、もういろんなものがうまくこう噛み合ってなくて、もう小柱業もとりあえずこう頑張ってやってんだけど、でもまだセルフコントロールがうまくいってないもんだからさ、うん、いろんな方法でね、いろんなものをこう拾ってくるわけ。うん、もういろんな念とかさ、はいはいはい、でそれでこう抱えすぎちゃって、うん、もうなんか精神的にもこう肉体的にもボロボロになってた時期だったの。あ、これこのまんま年越せんのかなみたいな感じになってたの、うんうん、それがちょうど年末の時に連れて行かれた時にその処理をしてくれたの。それで向こうから帰ってきたら、めちゃめちゃ調子よくなってたの、体が。違うんですね。すごく違って、いやもうこれ本当感謝だなと思って、うんうん、いやもう一発じゃんと思って、こっちでなんかね体のケアするとかっていうレベルじゃない、うんうんうん、もう本当一瞬でね、それでもう全てこうことが足りちゃうぐらいすごい治療だったんだけど、うん、基本消毒ついでに治療してもらってるっていうのが一応実情かな。治療してくれるんですね。無料。すごい。医者いらず。医者いらず。
まあそもそも医者いるのかっていうね。いやそんなことないか。まあ、いいお医者さんたくさんいますからね。そうです。でも中にはそうです、ね、まあ一部かな、うんうん。一部かなと思うけどね。うんうんうん、僕の場合、この記憶がわりかし残ってるじゃんね、うんうん、逆に記憶は消える人が多いの。消毒をすると、はい、基本その副作用で記憶が飛ぶの、残らない。連れて行ったことを忘れてしまう。じゃあ自分も連れて行かれてる可能性あるってことですか。ある、ね、忘れてるだけある。なんだろう、皆さんもあると思う。ただその記憶が基本的には残らないって言われてる。ちょっと面白い話があって、ずいぶん昔なんだけど、沖縄のね、知ってるかな、あのキミコさんって知ってる？存じ上げないです。もうカリスマ美容師、やばい人がいるの、はい、僕その人とコラボでそのなんか講演会っぽいことやったことがあって、うん、その方はね、どういう人かというと、人の頭を見てこう毛見るでしょ、はい、でカットもしてくれるんだけど、はい、その人にとって、必要なことを伝えてくれるし、はい、なんならそのために切ってくれるの。見ると分かるんだって。すごい頭のいい人で、もうやばい頭脳を持ってるんだって、今まで散々いろんな人を見てきて、いろんなことをね、受け答えしながら頭の中に蓄積したデータベースが膨大にあって、全部いつでも引き出せるような人なんだけど、でその中で僕の頭を見ながらね、あ、こういうことをやってきたんだねとか、僕のことあんま知らないわけ、うんうんうん、そうなんだ、珍しいね、宇宙人に連れ去られとるやんみたいな。僕の頭見て分かる。ここにね、ちょっと中央からずれてんだけど、フラワーオブライフがあるね。フラワー、それもちょっと立体的にあるねみたいな話をするわけ。連れ去られてるのに、これ記憶がちゃんと残ってるんだね、珍しいねとか言うわけ。何この人と思って。めっちゃおもろいやんと思って、うん、そういうタイプだったから、なんでそれが読み取れるのか分かんないんだけど、その人はその宇宙情報だけに限らず、あ、この人最近、 あなたは最近ちょっといろいろね、お金絡みで大変だったねとかいうことが頭に出てんだって。でそれをきれいに読んでくれる、うん、すごいですね。なんならそれをこう上手にこう回避していくためとか、その改善していくために、うんうん、じゃあここをこうやって切っとくねとかね、ここにこういうスパイラルのエネルギーをこう入るようにしとくねとかっていうことをやってくれるの。めっちゃおもろい人なんだけど、でその人にもいろいろね見てもらいながらやってるっていう、そのライブな講演会だったんだけど、この人すげえなみたいな感じだったの、うん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 、だから基本的に記憶は残りますよ。ただまあたまにこういう残るタイプがいるんだって、うんうん、記憶が飛びにくいっていうのかな、うんうん、まあ、そういうようなタイプだそうです。じゃあフラワーブライフってどんなものか分かる？分かんないです。新世紀化学模様とかっていうんだけどさ、なんかこう、はい、まあいわゆる数学的なその宇宙的なものを表す模様なんだよね、はいはいはい、その模様が表す意味、宇宙の法則を表している。それが僕の頭にあるということは、僕は宇宙の法則が頭に入っている、それを伝えるという意味合いなのかなと僕は汲み取ったんだけど、はいはい、でもそれがちょっとずれてるって言われたからね。これいろいろね、まだ人間的な未成熟な部分があるんだと思うんだけど、ただまあそれをちゃんと生きようとしてるから、珍しい頭にフラワーオブライフがある人間らしいんだけど、それ後日あってもまた言われたから、ずれはちょっと減ったねとかって言われたから。でそんなあの意味合いがあるそうです、フラワーオブライフにはね。ということで、ふみくんの回答に答えるとすれば、はい、ベッドに寝かされています。おお。でもイメージと違いましたね。あ、違った、うん、どういうイメージだった？ベッドに寝かされて、こう宇宙人がそれを覗き込んでるイメージでしたね。あ、そう、観察されてるみたいなね。だから消毒のタイミングだから、うん、多分部屋の外だね。あー、なるほど。その方が彼らも安全だから。あ、そうですよね。僕ら何持ってるか分かんないからね。あ、確かに確かに。僕らがさ、そのインドに行ったらめっちゃ気を使うじゃんね。あ、向こうの木に僕は対応できないからまだね、うん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 、それと同じだね。ああ、なるほどなるほど。だからまあ未知なるものに対してはちょっと注意が必要なのかなっていうことと、まあ、やっぱりこの微生物だとかね、その彼らも大事にしてんだろうね、うん、自分たちのその微生物の環境で、僕らの環境と同じようなものをいきなり受け取るってわけにはいかないから、うん、その辺はね、ちゃんとバランスを取るためにそういった消毒、まあ、ないしそのある意味のその課金っていうのかな、その菌のバランスを一度取り直すということをすることによって、お互いがね、その歩み寄りやすくなるのかなというようなことを、今日あの宇宙船においてはいつも毎回やられてると
ということの今日はさほど役に立たない情報でした。とはいえ、宇宙人情報こんなことが起きているよっていうことも多少なりともその自分にとってねプラスになる時あるんですよ。だから、常識がこうちょっと変わるでしょ。そんなことあるんだっていうやつが慣れていけばいいわけ。多分このコメント欄にもね、私も消毒されましたっていう人が、書いてくるはずだから、ね、僕だけじゃないからね、こんな体験してる人は、そういう人たちのそういう出勤を見ると、あれ本当にあるんだなっていうふうに思い出すじゃん。そういう人が増えるとオープンコンタクトが早まるということです。ぜひですね、一緒に、この宇宙開国の時代にですね、一緒に活動ができたら、嬉しく思います。引き続き応援よろしくお願いします。チャンネル登録、いいねの横の、あ、なんだっけ、ベルマークだ。まあ、よくわかんねえな。もうよろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。最近疲れが取れなくて。ほう。はい。ちょっと治療してほしいんですけど。仕事中のなんか、ストレスとかあったりする？そうですね。人間関係？そうかもしれないです。やばい。